皆さんこんにちは、トミックです。前に俺はね、マグロの頭をねやりましたと。結構ね、マグロの頭ってまあ、捌くのが大変だったねということで、今回はまあ、普通じゃなかなか手に入らないものをね買ってきました。カジキマグロの頭出て。カジキマグロっていう、まあ、マグロじゃないんだけども、メカジキっていう魚の頭です。だいたいマグロの頭って結構手に入ったりするんだけど、まあ、頑張れば。カジキの頭ってなかなかないんじゃないかなっていうか、なんか多分ね、使い道があんまないんだよね、多分マグロと違って。マグロなんか頭さばいたらさ、結構いい感じにできるけどさ、カジキってさ、なんか微妙じゃない。いい機会なんで、メカジキの頭さばいていきたいと思います。なんかさばき方はね、俺くじっても出てこないっていうなんでマグロと同じさばき方でいきます。結構カジキにも結構ね、マカジキ、クロカジキ、メカジキみたいな感じであるんだけども、なんかね、旬じゃないから、もしかしたらあんま美味しくないかもしれないっていう点を踏まえてさばいていきたいと思います。ほら、目がすごいんでしょ、だからメカジキっていうのかもしれないね。じゃあまず頬の部分から落としていきましょう。頭の部分からいきます。皮はマグロと違ってすごい柔らかいかもしれない。柔らかすぎて切れねえわ。は、柔らかすぎんだろこれ。は、柔らかすぎ。は、超柔らかいんですけど、びっくりするぐらい柔らけえ。柔らかいし、中途半端に硬い。は、怖っ。脂すごっ。これマグロと同じ切り方でいいのかな。頭、あ、なんか違うか。マグロとは違う感じか。カジ、は、むず、むずくない。何こういう感じ。骨だし、ここえ、これ脳みそじゃない。ちょっと目ん玉が破裂しそうなんで、一旦頬は、頬じゃねえわ、脳天の部分は終わりにします。とりあえず頬を外したい。あ、でもいける。あ、いけた、いけ、貫通してるからいけんじゃねえか。マグロとは全然違う。でもすごい頬肉がうまそうだ。はい、ここが頬の骨。頬の骨じゃねえわ、頬肉。難しいな。うわー、あ、これは絶対うまいっしょじゃん。うわ、目玉肉絶対うまい。意外といけるようでいけない。よいしょ。で、はい、ここ、この部分も切り取っちゃいます。よいしょ。同じようにやんなきゃいけないのか、大変。まあでも一回容量さえ掴んじゃえば、あと意外と。おお、逆側に比べたらすごい慣れてきた。すげえな。よいしょ。だいたいその名目通りに落とす部分は全部落としました。じゃあちょっとこっからちょっと部位を見ていきましょう。目玉、喉、頬、頭、
なんか裏のところっていうことで、頬の部分を塩焼きにしようかな。目玉を煮付けにして、頬を塩焼きにして、脳天の部分を刺身で食べようかしら。もうね、塩焼きの方はこういうクッキングシートを敷いて、ひょっけ漬けの方は鍋の方がいいかな。目玉は1個でいっか鶏は1個でいっか。酒と砂糖で、みりんで、脳天の部分は上手にお刺身にします。できました。刺身と塩焼きと、煮付け。ちょっとじゃあお刺身の方からいただきます。カジキの刺身ってあんまり食べないないただきます。うまっ。中トロっぽいけども後味がすごいさっぱりしてる。脂っこくない中トロって感じ。次塩焼きいただきます。うん、なんかすごい身も柔らかくてうまいんだけど、なんかすごいさっぱりしてるっていうか、なんだろう、なんかマグロの頭じゃなくてカジキの頭の方が多分食べやすくない。ブリのこう煮付けの目玉の部分が好きな人はめっちゃ好き。ちょっと俺にはちょっとこのアラサーの俺にはちょっと重いかな。若い10代の子とかだったらすごい喜ぶと思う。これカジキの頭、貴重な経験でした。このビデオいいなと思ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。インスタでシールライブもやってるんで、インスタのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。